はいどうも皆さんお久しぶりです。和田トマトです。動画投稿が遅れてしまい、大変申し訳ありませんでした。これからは活動を徐々に再開していく予定です。っていうことで、今回はエッグハントイベントが登場したので、今回はそれの攻略方法を紹介していきたいと思います。まず、このウサギに話しかけてみましょう。エッグストラバガンザの時間です。エッグバニーがハイブにやってきて、ハブのあちこちに卵を隠しています。すべて見つけると、特別な商品がもらえます。ということで早速ハブにある24個のエッグを集めに行きましょう。今回は5つのルートで行ってみます。まず、1つ目のルートから行ってみます。画面がすごくカクカクしていると思うのですが、ちょっと録画をミスってしまったので、申し訳ないですが、ご了承ください。まず、1つ目ゲットです。今開催されている、このエッグハントイベントなんですが、このイベントをクリアすれば、特別なスキンがもらえるので、ぜひやりましょう。ただ注意点として、このイベントは4月14日まで開催中なので、イベントが終了する前に、早めにクリアしておきましょう。と話しているうちに2つ目を見つけました。この調子で、じゃんじゃん見つけていきましょう。ここは外に出たら、右側に9つ目があります。っていうことで、1つ目のルートのエッグをすべて、見つけることができました。二つ目のルートに行く前に、持ち物のコンパスからハブのスポーンに戻ってください。続いて、二つ目のルートに行きます。13個目を見つけたら、下に降りて城の中に入りましょう。14個目を見つけたら、再びハブのストーンに戻りましょう。
続いて、三つ目のルートです。再び、城の中に入ります。17個目を見つけたら、コンパスを開いてクエストアイランドまで行ってください。18個目を見つけたら、再びハブのスポーンに戻りましょう。続いて4つ目のルートです。マウントを持ってる方がいれば、ここでマウントを使った方が素早くいけます。本当に画面がカクカクでごめんなさい。21個目を見つけたら、再びハブのスポーンに戻りましょう。続いて、最後の5つ目のルートです。これで残り最後の1個です。ありました。おめでとうございます。エッグをすべて見つけました。報酬として、ニグルズのコスチュームを手に入れました。ということで、今回のイベントクリアです。皆さんお疲れ様でした。早速、手に入れたスキンを着てみましょう。おお。めっちゃいいですね。っていうことで、今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。